イエイ。こんばんは。お、ムヒルダさん。ムヒルダさん、バラ、ありがとうございます。こんばんは。じゃーん。メープルナッツグラノーラちゃんです。こんばんは。財布を落としてしまった。あら、メープルナッツ グラノーラちゃんです。イエーイ。皆さんお食べになりましたでしょうか。買った？もうぜひぜひ食べてください。買った。ああ、めっちゃ美味しいから。本当にじゃじゃーん。船おめでとう。ありがとうございます。今日はやばかった。初めまして、おめでとう。ありがとうございます。そう、ちょっとワンクッション置いてから言おうと思ってたんですけど、船やったー。マッチさん、花束。ヒレナさん、桜。ヒレナさん、ハート、ありがとうございます。トロが別れるの寂しい、悲しい。誰と？やっほー。もう知ってるよ、船。なんと船が、なんと船が行ってきました。ダドンマンさん、だるま、花さん、バラ、だるま、花さん、バラ。マーチンさん桜、ありがとうございます。もうやばかった。船の船の引けじいしんちゃん先生、桜。カズリンさん、ユウスケさん、桜。ムヒルダさん、いいね。カズさん、ハート。ネルちゃん、花束、ありがとうございます。発表の時が、隣がおちょちゃんだったんですよ、発表の時で。発表された瞬間、発表された時におちちゃんが「絶対行くね」って言ってくれて、もうそれが弱くてずっと泣いてた、ステージ上で。なんかおちちゃんは、おじちゃんはなんか握手会にも来てくれるって言ってくれてるし、言ってくれてたし、そう、一緒に船に立ちたかったんですけどまあそうですね。
FCU にいて入れてよかったなって思ってもらえるようなチームになれたらいいなと思います。おじちゃんがね、その花束2個投げた、花束2個投げたんですけど、その前にもなんかね、バラを2本ぐらい投げたらね、バラ反映されなかった。あ、バラ違うわ、なんだっけ、反映されなかった。そう、ありがとうございます。さん、ブヒルダ、コーターさん、ブヒルダさん、マセイキさん、タケルさん、新玉さん、メンゾーさん、ありがとうございます。カズさん、ミワさん、ありがとうございます。そう、ね、しかもそうなんですよ、なんかセットリストがやばかった。なんか誰だったっけな、かのんちゃんだったかな、今なんで今言うのって言ってたんですけど、その次、その発表の発表がなんか結構途中の MC であったんですよ。だからなんか今かってなってたメンバーもいたんですけど、自分は船ができましたって言った瞬間に、次の曲やばってなって、そう、次の曲やばってなって、その次の、その船ができましたっていうあの発表の後の曲がニューシップだったんですけど、もうそれがエモい、そう、エモくてやばかった。もう船できましたって言った瞬間にびっくりもあったけど、その次の曲が、次の曲ニューシップじゃんっていう。すぐ来ました、初見です、ありがとうございます。ね、サイコロジーに出ました、あれが見えました、スケッチブック、ありがとう。ゆうきさん、だるま、ペプさん、花束、すねさん、アイス、すーさんさん、花束ありがとうございます。たつきさん、ハート、ビフルダさん、ハート、りょうす、りょうへいさん、たこ、ゆうきさん、さくら、しょうさん、花束ありがとうございます。スーさんさん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。ビヨンビヨン。ありがとうございます。そう、ニューシップね、ニューシップはやばいよ。ありがとうございます、スーさんさん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私は船酔いしないんですよ。いいでしょ、よかったよかった、本当に紙飛行機よかった、ありがとうございます。スーさんさん、ありがとうございます。
面白い。戦場物販で酔い止めを回してほしいわ。面白い。いいですね。なんか広島、最近ツアーも始まって、またツアーも始め、お、ヤマトキッスさん誕生日、お、行きまーす。おめでとうございます。誕生日すごい。船の発表の日と誕生日いいですね。おめでとうございます。いいセンスでしょ。うん、今日漏れてる。最近いつも言われる。コメント求められてた。そうなんですよ。でもいいこと言えなかった。あ、ゆうきさん、ゆうきさん、タワーありがとうございます。ビョンビョン、ありがとうございます。ゆうきさん、すごい。お風呂行ってきます。いってらっしゃい。コメントよかった。本当ですか。なんか、久しぶりこれに書くの。ハッシュさん来てくださってますかね。この前立ててくださったのか。来た、ゆうきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。おじぎそうなんです。なんか最近なんかパフォーマンスとかもなんか元から、待ってください、前髪が、なんかね、おめでとう、ありがとうございます。おやすみ、ありがとう。パフォーマンスとかも、ありがとう、今日来てくださったかな。なんか自分はもともとダンス習ってたから、ダンスも歌も、だからなんか周りのメンバーがみんなパフォーマンス上達していく中で、自分はなんか成長できてるのか不安だったりしてたんですけど、なんか最近はその兵庫のツアーで、あの結構パフォーマンスを褒めてくださる方が多くて、本当に嬉しかったし、
365日で初めて一人でセンターもさせていただいて、その歌とかも皆さんに褒めていただけるのが嬉しくてそうだから、その船ができたら、そう、みんなメンバーみんな上手くなってるから、自分も負けないように伸びていかないといけないなって思うんですけど、そうなんですよ。頑張ります。そうなんです。そう、なんかお見送りとか、かのんちゃんとか、かのんちゃんと近かったり、みゆみゆと近かったりするんですけど、その時もなんか、かのんちゃんよかったよって言われる率が多くて、かのんちゃんとかみゆみゆとか、私多分目立たないダンスだから、目立たない、どうなるか分かんないけど、そんなに言われることもなかったので、そう、兵庫ツアーでなんかたくさん行っていただけて嬉しかったんですけど、でもだから、そうなんです。そう、頑張ります。なので、頑張るので、皆さん絶対来てくださいね、戦場公演頑張ります。こんばんは。ありがとう。来てくださいよ。待ってますよ。そう、隣が落ちちゃんっていうのがやばかったですね。今日は船も嬉しかったけど、くねって言ってくれる優しさ、どうなんですかね、どんな感じになるのか分かんないけど楽しみ今日行きました、ありがとうございます。見てくださいよ、これもらってきたんですよ。なんか差し入れで桃の焼き菓子を、桃の焼き菓子、なんか岡山の桃の焼き菓子をいただいたんですけど、見て、可愛くないですか。多分なんか本当はでっかい箱なん、こういう桃のでっかい箱があるんだろうけど、ちっちゃいバージョンになってるやつなんです、これ。超かわいい、これ。なんかミニマムサイズが大好きなんですよ、私。パロディみたいな、パロディじゃないけど、なんて言えばいいんですかね、ちっちゃくなってるやつが大好きなんですよ、あの食品サンプルみたいな。そう、だからめっちゃ欲しくて、この箱持って帰っていいですかって言ってそう、果物の箱、そう、果物の箱みたいでしょ。ここになんかお菓子が入ってたんですけど、めっちゃ、ほら、もうそっくり、ミニチュア、そうだ、ミニチュア、めっちゃ嬉しかった、これね、可愛くないですか
ラボ、そうですよ。よかった本当に。お待たせしました皆さん。船をどこに売ってる、わかんない。差し入れでいただいたので岡山に売ってます。わーすごい、ちゃんとこんなこんなのも書いてある。このやつ割れるの注意みたいなやつ。いやー楽しみですね。夏予定、夏予定らしいですね。楽しみね。明日行くよ。おー待ってます。明日は最後の握手会です。暗闇最後の馬の目あります。そうねえ、セカンドシングルはいつ出るんでしょうかね。緊張する。セカンドシングル自分、あ自分うん、もう何事も全力で頑張ります。何を頑張ればいいんだろうって思っちゃうけど、全部頑張ればいいんですよ。いい、頑張る。また選抜に入りたいです。頑張って、頑張ってます。頑張ります。選ばれなかったらどうしようとか思いますよ。そりゃありがとう、ありがとうございます。今日は来てくださってありがとうございます。頑張る。あ、CGB ありがとう。置いてますここに。食べてね。応援してるよ。ありがとう。明日行きます。待ってます。いやー、わかんないよ。頑張らな。頑張らな。夢力、夢力めっちゃいい曲ですよ。まいちゃんがその味昔から好きだったって言ってた。うそー、まいちゃんやったやった。頑張ろう STU ね。なんか STU にいる今村美月のはこういう存在っていうのを作れるように頑張らなきゃ。涙もろいからダメなんですよね。そう、全国 CM すごいですよね。嬉しい本当に。今日食べた、お、ありがとうございます。人生初のショールーム、ありがとうございます。そう、クリーム玄米ブラ好き。トロちゃんはトロちゃんどうなんですかね。頑張る。おめでとう。おやすみ、おやすみ。今日チュロス食べてないんですよ。非全力。おやすみ。
トンキで帰ってきた。あ、右向きと左向きどっちで寝ますか。左。休み。さっき言いました。お、いいですね。とろみ中でグラノーラ姉妹なんですよ。めっちゃ美味しいから食べてください。おめでとう、ありがとう。おやすみ、おやすみなさい。おやすみ中おやすみ中。初めての握手会楽しかった。お、嬉しい、ありがとうございます。今日はステージ上でも、ステージ上がやばかった。船の発表があってから、その船の発表がある前もおちちゃんが最後っていうのでずっと泣きそうだったんですけど、船の発表があってニューシップの時に絶対コッコと目が合うんですよ。いつも一つになるんだっていう、あのエンジンをするときに目が合うんですよ。それがやばかったし、思い出せてよかった。もうトロブさんと絶対目が合うんですよ。そう、それもやばかった。そこで涙が。そう、でもパフォーマンス中にはそんな泣きたくなかったからめっちゃ頑張って我慢したんですけど、やばかった。もうやめる。ちょっと目がキラキラしてるいい感じね。明日早いからもう寝ます。おやすみ。メイプルナッツグラノーラちゃんを応援します。ありがとうございます。メイプルナッツグラノーラです。ね、ごめんなさい、ギフト全然読めてないです。キヨさん、ダムドさん、ウマくん、ネルちゃん、ミワさん、カズマルさん、ソシヒロさん、スーさんさん、ブーさん、イスケンマシンさん、ブヒルダさん、ベンゾーさん、ヤマタケスさん、カズマルさん、カズさん、ベヒルダさん、イシケンマシンさん、ダムドさん、ユウキさん、ありがとうございます。ホタテサマーさんもありがとうございます。クロスケさん、ありがとうございます。今日行ったよ、お、ありがとう。そうですね、私も朝早いですね。トラブさん、ドラゴンボール、ドラゴンボールの話してるんですか。ああ、トラブさん、父ちゃん、父ちゃん、ありがとうございます。クマ、うん、明日も朝早いですね。トロちゃん、うん、分度器、かまぼこ、優しい形、知らん、見よなんじゃそりゃ。やりたくないさん、花束ありがとうございます。今日もありがとう、ありがとう。おやすみなさい。フィロソフィー、よかった、嬉しい、ありがとう。うん、いいですね。なんか船って書いてある、面白い。明日目晴れる、そうかもしれません。やば、やだな、握手会楽しみ。楽しみです。ありがとう。タケトさん、ハート。
ありがとうございます。メープルナッツ売り切れてたね。えそうなのねって言っちゃった。大丈夫大丈夫。パンダさん、渡辺美由紀さん推しでしたが、いろいろ見てみちゃう STA の美由紀ちゃんだなとずっと思ってました。本当ですか。ありがとうございます。頑張ります。明日天気荒れるみたいだから。あ、本当ですか。すごい似てるかな、ミルキーさん。めっちゃ嬉しいんですよ。なんかおかしい、携帯が、携帯がおかしいぞ。戦場劇場完成ありがとう、ありがとうございます。薬局を明日来てくださる方、明日来てくださる方、ファンレター、おファンレター楽しみ。今道押しになろうか迷ってます。それずっと言ってる。そう、最近渡辺美由紀さんってすごい言っていただける。めっちゃ言っていただける、嬉しい。明日初めて行きます。お待ってます、ありがとうございます。なんかね、欲しいや。ありがとう。ありがとうございます。紅白行きたいです。ぜひ来てください。ありがとう、おやすみなさい。エビミルクさん、 STU のミルキーさん、本当ですか。私がやばい。そんな嬉しい、めっちゃ嬉しい。社名変え迷ってる。そっか、セカンドシングルね、頑張ります。セカンドシングル、うん、頑張ります。ちょっと気を引き締めないかんな。うん、広島でもねしたい。未知のキャラは私いくつだ。メープルナッツグラノーラ、ナッツだから7つ、7社。明日は早朝配信、そうですね、多分車の中から早朝配信かな。いや、まだセカンドシングルは出るか分かんないんですけど。そう、出るときは、出ることになったらまた選抜に入れていただけるように頑張ります。プンさん、タワーありがとうございます。ビヨンビヨン、タワーありがとうございます。もう今日はありがとう。絶対また泣くから明日。今日はもう笑顔でいます。トロちゃんがミルキーはハルルンって言ってるよ。だってそりゃ船できておめでとう、ありがとうございます。船嬉しい。
ありがとうございます。ふんさん、たわ、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、いいね。恭平さん、なんで悩んでる。船の中にココイチ、どうですかね。今日たくさん泣いてたね。そうなんですよ、ハーチやん。あありがとう。イカサゴ、そう、生中継だと思わなかった、びっくり。今日はカノンに道渡さない。トシヒロさん、クマ、ありがとうございます。頑張る。ちょっとやっぱ365日で、落ち着いた。365日でセンターを初めてさせていただいたら、やっぱセンターってすごい、なんか重みもあるけど、なんていうんですかね、なんか神聖な場所だなって感じがしました。まひなちゃんは髪の毛15センチぐらい切ったって言ってました。そう、気づけなかった。お疲れ様、ありがとう。ねえ、いやいや、華やかですかね、私。いや、もっと余裕でやったのかと思った。余裕じゃないですよ、だって今日はその船のことも、船の発表もあってめっちゃ泣いてたから、もうこう喉もめっちゃグッてなってて、喉が閉まっちゃってて、どうしようって思って、歌閉まりすぎて。だからその365の前が非全力をオリジナルメンバーで今日最後やってたんですけど、その時にもう聞きながら、裏でずっとあーって発声練習して、そう、危なかった、本当に泣いちゃったから。そう、明日は東京握手会です、楽しみ、イエーイ。ショートに見えん、そろそろ寝ます、ありがとうございます。おやすみ中、はあ、楽しみ。ねえ、握手会超楽しみ。アイカブで顔と名前知って最近気になっております。アイカブさんで、ありがとうございます。アイカブさん、今私買い時、今買い時なのかな、私が見た時6000円だったから、6000エールだったから買い時ですよ。ありがとう。ナイスとミチューの恥ずかしい、なんでやねん、みちゅう一輪車できるの、
なんでなんで？今日誕生日でよかったね。おめでとうございます。本当に今はね家です。1000株買っといた。わーありがとうございます。シャメダスミチ当たった。お運命ですね。それはできないんやな。一輪車できるよ。なんでやねんの発音うまい。ほんと？みつきさんじゃん。どういうこと？みつきさんです。今日多分やけど誕生日かも。な、どういうこと？誕生日なんですか？まひろっくさんお誕生日ほんと？おめでとうございます。よっよいしょ。お誕生日おめでとう。イエーイ、おめでとうございます。前髪調子いいでしょ？そうなんですよ。いいね、このね、この吸引が好きな、この吸引が好きなんですよ。今日はね前髪うまくいったからね。しかもなんか前髪うまくいった時にあの配信があったからよかった、よかったなって思って。みつきさんメールのまひちゃん可愛かったでしょ。まひちゃんへの愛が溢れてるから。まひちゃんそう可愛く撮れるの。今日はスカスカじゃないね。本当スカスカじゃない？可愛いっすね。ありがとうございます。でしょ、俺もそこがいいと思った。本当前髪の R、 そうだ、R を描きいただかする前髪に。明日とろみジュレーンだね。そうなんですよ。今日私の弟の誕生日。おお、ポキさんおめでとう。弟さん今日ちょっと目腫れてる？いや腫れてるのかな、わかんない。腫れてるのかもしれない。泣いたからね。ツアーでみつきちゃん好きになりました。ありがとうございます。そうやっぱツアーパフォーマンスって大切ですよね。自分からパフォーマンス、自分は歌とダンス、うんどうだろう、でもどうでしょうかね。自分にとって何が強みなのか今でも自分でもあんまり分かってないから、ちゃんと自分の強みを自分で分かるように頑張らないといけないんですが、今のところパフォーマンスどうだろうな。パフォーマンスなのかな、歌かな。パフォーマンスの場面だと今のところは思っているので、そうですね、だから嬉しい、劇場嬉しいです。いえこんばんは、ありがとうございます。こいほーこいほー、けん玉超上手です。そうなんですよ、トーク力がね、そうなの、よく分かってらっしゃる。もっと前に出よう。ほんと歌いっぱい聞きたい。うん、電車の中で大爆笑しながら帰った。なんで？トーク上手になってきてると思う。ほんと？そうなんす。面白い。みんな包み隠さずあれですね、トークは上手になるよって言って、今上手だよって。別にトーク
悪くないよっていう方がいなくて、トークは何回かすれば上手になるよって言ってくださる方ばっかり、面白い、いいですね。メンタルの強さ、メンタル強いですよ私。私からメンタルの強さを取ったら何もないぐらい強い。トロちゃん、みちの MC 好きです、ありがとう。キヒヒヒ、トーク悪くはない方じゃん。良いとも言わない君たち。いいね、一発芸持ってないよ、すぐ泣くじゃん。そうなんですよね、私のメンタル弱くて困ってます。あら、メンタル、私メンタル強いんです。そう、のんちゃんに、そう、のんちゃんにひょっこりはんやらせたらなんか全然ウケないじゃんって言われた。ごめんやらせてってなった。はい、未知のトークは指原け、そう、指原さん、それはそれはそんなことはない、もう指原さんは憧れです、本当に。前よりショールームすごい見やすくなった。本当ですか？トロちゃんがミチとのキスをよくする話してた。そんなにしません。なんだその話は。でっち上げてから。総選挙のポスターが見つけてください。見つめてください。コッコの。コッコやん。おはよう、配信間に合った、ありがとうございます。コッコとはしない、コッコとはできません、私。コッコとは無理だ。髪型の話はしないで。あーちゃん MC 上手、うん、あーちゃん面白いよね、コッコ大好きなのに。コッコはね、違う、違うんだよ、落ち着いた感じとダンスのギャップがあるのが良さの、良さな気が。ありがとうございます、嬉しい、頑張る、ありがとう。うーうん、難しいな。選挙ポスターは、あの、多分去年のお話です。あのハウツイ、指原さんが未知の顔一番好きって、そうなんですよ、言ってくださったの、嬉しいです。ここは違う、うん、でも自分的にパフォーマンスがいいなって思うのはトロブさんとコッコなんですよ。パフォーマンスなんかいろいろ含め、全ての舞台上での全てにおいていいなって思うのが、そう、尊敬できるから、トロミチコッコ好きです、トロコッコ好きです。おやすみ、ありがとう。そう、誰のダンスと歌、誰だろう。
自分も入れた、とろみチョコ大好きです。自分も入れた。でもマイハちゃん、なんか私ね、ちゃんとしたちゃんとしてる子が好きなんですよ。あ、福ちゃん、そう、コッコの表情はすごい楽しんでる感がとろみちコッコにある。ありがとう。そう、コッコの笑顔はすごいですよね。トロブさんも、トロブさんはザ・アイドルって感じ。ディ・アイドル。365日ソロ良かったよ。レッスンした。レッスンしてないんですよ。そう、めっちゃ緊張した。なんか、そう。そう。いやでも、あんまり私は別に裏の話とかしたくないから。365聞きたい。おー、聞きたいですか。朝の空見や。りょうくん、今日が初めての鍵締め。お、ありがとう、りょうくん。あれはよかった、本当？そう、Thank you。 私はパフォーマンスを褒めてくださるのがね、褒めてくださってるのが、ん？パフォーマンスを褒めていただけるのが本当に嬉しいんです。ニューシップ聞きたい。ニューシップいいね。そうだ、ニューシップですね。もうこれは今日はニューシップしか。あ、でも瀬戸内の声もいいんですよね。いや、ニューシップか。マイクが消えた。わー、エモい、エモい、マイクが消えた。ありました。エモみ。ちょっとちっちゃい、ちっちゃい感じで、ちっちゃい音量でいきます。あ、あ、あー、どうですか。あー、あー、今音量を調節してください。ファールボールにご注意ください。あー、あー、 OK ですか。スピーカー、あー、イエイイエイ。いきます。僕たちは恐れない、夜明けの前の暗闇を、足元が見えなくても邪魔するものを越えられると信じればいい。僕たちはひるまない、道の途中で転ぶこと、膝小僧をすりむいても、もう一度土を払って立ち上がるんだ。今まで何人の先輩がこの胸の高鳴りを覚えたのだろう。新しい船を出せ、夢の方をあげろ、次の時代の海原をまっすぐ突き
新人スイフたちよ、仲間を信じろ。カイズコンパス当てにするな、風に舵を取れ。新しい船を出せ、夢の帆をあげろ。古いスイフのやり方は真似なんかしなくていい。同じ甲板に立て、一つになるんだ。生きる喜び感じながら、風に舵を取れ。てて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 。イエーイはい、それでは壇上を読み上げていきます。13位アモズさん、12位ライザンさん、11位フクラパンさん、10位トーちゃんさん、トーちゃんさん、9位イシケンマシンさん8位トシヒロさん、7位マサポンさん、6位タケトさん、5位ホタテサマーさん、4位ダムダさん。いきます。3位プンさん、2位スーサンさん、1位ユウキさん。ありがとうございました。3位プンさん、2位スーサンさん、1位ユウキさん。タワー、ありがとうございました。ありがとうございます。今目の見つき頑張ります。明日握手会来てくださる方はよろしくお願いします。待ってます。今村トロブレーン、今トロトロミ中、バイチャラポーおつかのんお休み中、ありがとろー。想像したやろ、バイバイ、おやすみ中、ありがとう。明日、また明日、おやすみ中、バイバイ。おじぎおじぎ、ありがとうございました。いい夢見てください。おやすみ。